ご利用ください。アテンションスリッター、ビーカンドリーリバインジー、ダッキーモーダスプリベティングスロー、プリンセクスレッキング。Also please refrain from using a parasol as it may cause inconvenience to other visitors.Flash photography is prohibited, as it may startle oxen and horses.正午になりました。先ほどもお話ししましたように、この時代祭りは京都市民の祭りにふさわしく、名誉奉行として先頭行きます場所には吉田隆夫京都市会副議長、2代目の場所には田中明秀京都市会議長、菅谷博士京都府議会議長、3代目の場所には角川大作京都市長、西脇隆俊京都府知事が浸され姿で乗車されています。 Now the parade procession begins. The parade is led by honorary commissioners including the Kyoto Prefectural Governor, the Mayor of Kyoto, Kyoto Prefectural Council Leaders and Kyoto City Council Leaders。そして3つの横断幕を持って歩いておりますのは、京都のホテル関係者の方々による平壇時代の女性の外出着である壺装束をまとった公益財団法人京都文化交流コンベンションビューローの一行です。京都は平安遷都1300年に向けて力強く歩みを進めております。さて、これらの木畳姿はこの時代祭りの総奉行法野木純一平安公社理事長です。次に続きますのが明治維新時代です。 The procession coming next is Meiji Restoration Imperial Army. This is a group of soldiers from the Imperial Army 古い先生の携帯を招くものでとうとうと軍装を打ち鳴らし、意揚々と進軍する当時を彷彿させる姿となっています。戊辰戦争は明治政府旧幕府軍との戦いで、鳥羽伏見の戦いを皮切りに幕府が追い詰められ、江戸城の設置会場、会津の陸上、そして函館戦争で終結し、海軍の勝利で明治とともに明治政府が生まれたのです。幕末から維新の動乱は京都が中心舞台でしたが、日本全国を巻き込んだ変革の時代です。維新に至るまでには尊王攘夷派や公武合体派など志士たちが国事に奔走し、また安政の西国や夕飯の思惑が入り混じっての暗殺など波乱の連続で、若くして命を失う志士も多く出ました。新選組が登場するのもこの時代です。
新選組は文久3年1863年2月攘夷一色に染め上がった京都へ14代将軍家茂が上洛、朝廷と一致協力して攘夷を実行に移すためでした。この上洛を護衛すべく江戸で老子募集が行われたのが新選組誕生の発端となったのです。この時234名の志士が老子が上洛し、ほとんど20日程度の滞在で江戸に戻りましたが、近藤勇ら24名は京都に残り、京都守護職松平容保の支配に属し、新選組を結成したのです。西郷吉之助は西郷隆盛のことで薩摩藩士、島津成明に抜擢され明治維新の主役を成した人物として有名です。1877年西南戦争で倒れました。坂本龍馬は土佐藩豪士、剣術に長け、後勝海舟の門に入り航海術を治め海援隊を組織して維新の前夜大いに活躍しました。彼は卓越した見識を持ち将来を嘱望されていましたが、惜しくも慶応3年11文武に長寺、龍馬と共に国寺に奔走し陸援隊を組織して活躍しましたが、30歳の時龍馬と共に京都大宮で暗殺されています。山口に消火訓塾を開き高杉晋作ら多くの秀才を輩出しましたが、惜しくも安政の大獄に連打し処刑されました。近衛忠広は孝明天皇が即座し関羽自身一旦出兼、後原則関白となりました。ここでは関白の即体姿で利用されています。姉が皇子金友は三条実美と共に国寺に奔走しましたが、保守勢力の恨みを買うところとなり、文久3年御所東国家との旦那辻で何者かに暗殺されました。三条実美は権大納言から内座人となり、武家伝奏として国体擁護と公務教和に尽力しました。安政5年関を実施出家、翌6年に御所の東側にあります梨の木神社の祭神として祀られています。中山忠康は明治天皇の外祖父、つまり長女が明治天皇のお母さんで大納言でしたが、文久3年関を辞しました。和宮の三宅別当でもあった家柄です。平野でもありますのは徳川長子上洛列平安高座第6社食留学の皆さんです。 The Edo period follows The next procession is the 徳川将軍's deputies The 徳川将軍 sent the deputies They pay his respects for important imperial functions This is the longest procession in the festival 徳川幕府は大礼や年始の際には必ず上司、大名本人を上洛させ、朝廷に礼を尽くしました。上司は審判不代の大名が選ばれるのが通例でしたが、ことに即位の大礼には将軍家名代が多くの従者を従え、衣装道具などは大変華美なものであったそうです。そして大名たちは多くの贈り物を持って上洛しましたので、朝廷は大変潤っていたようです。区列は平安校舎第6社食留学区の皆さんでございます。先頭の槍持ち、笠持ち、ハサミ箱持ちらのヒーサーの掛け声や動作は当時の面影を忍ばせるものです。道具箱の中には雨の日の用具などが入っていたようです。
本来上司はカゴに乗っていましたが、目付頭以上のものもこの大名行列時代祭りでは馬に乗って進みます。祭りでは馬に乗り、目付頭以上のものも馬で進みます。駕籠は幕末頃の形式をとったもので、当時大礼など朝廷の重大な儀式には1700人もの大名行列だったようです。この時代祭りの行列では馬3頭、人員は250名。時代祭りの中では一番人員250名です。本来上司はカゴに乗っておりましたが、この時代祭りでは馬に乗り、目付頭以上のものも馬で進みます。駕籠は幕末頃の形式をとったもので、当時大礼など朝廷の重大な儀式にはなんと1700名もの大名行列だったそうです。さて、徳川城主上洛列のあと続いてまいりましたのが江戸時代婦人列で、京都市地域女性連合会の皆さんです。江戸時代の京都で話題となり活躍した女性が登場いたします。 Coming next is the Edo period ladies. The procession describes women in different hairstyles and costumes.先頭の和宮は平安神宮の祭神孝明天皇の妹君で、後に高馬雄和政策江戸城無血会場に隠れた功績があったという和宮。ここでは和宮が16歳の頃の近世養母装束で、女児を従えた宮中内での姿を表したものです。その後ろを歩いております太田が、江戸時代の有名な画家池野大雅の妻となり、夫と共に南画を描き和歌にも秀でた女性です。これも小袖姿となっています。続いて歩いておりますのは中村蔵之介の妻、享保の頃京都銀座に巨万の富を築いた中村蔵之介の妻で、当時流行した女性たちの衣装比べで抜群のセンスの良さを呼びました。これはその時の衣装を模したもので、後ろに小袖姿の腰元を従えています。お家事は元禄宝永の頃祇園に茶屋を営む傍ら、歌集家事の葉などを表した女流歌人としての妻となりました。これは名義と歌われていた頃の太夫の姿で、打ち掛けた衣装をまとった華やかな姿です。
休息的。さて、続いてまいりましたのが安土桃山時代方向山頂列で第10社の皆さんです。安土桃山手は戦国武将信長が大宮土に建てた安土城と、秀吉が京都伏見桃山に建てた伏見城によって名付けられたものです。 The next procession is the 安土桃山 period. This group represents the Shrine of the Son of 秀吉豊臣 The Hill Road paying a visit to the Imperial PalaceOn the celebration of his attaining manhood. 豊臣家が朝廷に参拝した中で最も華やかだったのが慶長元年1596年5月秀吉の子秀頼初三代と翌年9月の元服の年といわれています。本日はこの華やかな初三代の様子を再現したものです。乗り物は盛大な儀式の時に使われた牛車です。瓶籠下からひさし車といい、尾籠の葉で吹きすだれなどの色合や装具などは最高の様式を用いています。引き馬には方向時代の遺宝である足の高巻への蔵を模して作り、前後に従う大名は実際には元大勢ですが、本列はその一部を再現しています。当時の武家風の特徴を表しています。瓶籠下からひさし車は尾籠の葉で吹きすだれなどの色あや装具などは最高の様式を用いています。引き馬には方向時代の遺宝である蔵を模して作り、前後に伴う大名はございます。さて、続いてまいりましたのが小田港上洛列第5社修道学区の皆さんです。 The next is the procession of 信長織田。He is said to be the most powerful feudal lord to dominate the country. The procession depicts his entry into Kyoto by the emperor request. 応仁の乱の後、京都は非常に寂れ、皇室も徐々に衰退していきましたが、永禄11年9月、織田信長が兵を率いて上洛、皇居を修理し、京都の人たちの不安な心を落ち着かせ、京都の復興に努めました。この行列は、その上洛の様子を表したものです。天文12年、1543年、種子島から来たポルトガル人が鉄砲を伝えて以来、戦術は一変し、甲冑は
鉄板のみによって作られた具足と呼ばれ、いわゆる統制具足と呼ばれる神経式となり、これらは江戸時代にかけて用いられました。この行列はその上洛の様子を表したもので、先頭の狩り衣姿は命を受けて粟田口に出迎えた立入り宗次、次いで日の丸おどしの具足姿は橋おどしの具足姿が滝川一松、紫糸おどしの具足姿の橋場勝家と続いています。戦国武将の心意気を示す派手な兜飾り馬印がこの行列の特徴となっています。馬印と申しますのは、大将の馬側に立ててその所在を示す目標としたもので、羽柴秀吉の馬印はおなじみの千成鋲なんです。小田港上洛列、人員144名、馬6頭の行列でございます。天文12年、1543年、種子島に来たポルトガル人が鉄砲を伝えて以来、戦術は一変し、甲冑は鉄板のみによって作られた具足と呼ばれ、いわゆる統制具足と呼ばれる神経式となり、これらは江戸時代にかけて用いられました。この行列はその上洛の様子を表したものです。胴丸姿は織田信長、手には兵を指揮するのに用いた采配を持っています。ついで黒糸おどしの具足姿が滝川一松、紫糸おどしの具足姿の柴田勝家と続いています。馬は大変元気のいい馬のようでございます。この行列はその上洛の様子を表したものです。行列でございます。行列の後ろには各学の行
さて、続いてまいりましたのが室町時代列です。The next is 室町 period, the procession of samurai warriors, including 足利将軍 is reproduced, followed by the group of musicians and dancers in that period.断交上洛列第九社山陰学区の皆さんでございます。The next procession is the Yoshino period. This is a victorious procession by the samurai leader Masashige Kusunoki when he helped the exiled emperor Godaigo.元寇寸前5月、鎌倉幕府が滅亡し、沖に流されていた後醍醐天皇が沖ノ島より戻られた時、楠木正成は一族郎党を率いて兵庫にお出迎えをし、上洛を導いたことは南高一大の晴れ姿であったと言われています。本日はこの楠木正成を中心とした行列の大鎧に川巻の太刀、昼巻の太刀を重ねて携え、侍大将は宇野花おどしの胴巻をつけ、いずれも小刀を指しています。南高上洛列は多くの種類の華麗な甲冑や武具が一目で見られるのが特徴です。死の時代南高上洛列第九社山陰第一学区の皆さんでございます。沖に流されていた後醍醐天皇が沖ノ島より戻られた時、楠木正成は一族郎党を率いて兵庫にお出迎えをし、上洛を導いたことは南高一大の晴れ姿であったと言われております。本列はその楠木正成を中心とした行列です。甲冑は平安時代中期より鎌倉時代にかけて盛んに用いられた大鎧で、特に腹巻胴丸が多く、楠木正成は紫裾子の大鎧に兵庫鎖の太刀に豹の鞘、楠木正成は坂面高卸の大鎧に川巻の太刀、昼巻の太刀を重ねて携え、侍大将は宇野花おどしの胴丸をつけ、いずれも小刀を指しています。時代祭りの行列は新しい時代から古い時代へとつながっておりますけれども、ここで少し行列が前後いたしまして、今ご覧いただいておりますのは吉野時代南高上洛列をご覧いただいております。南高上洛列は第九社山陰第一学区の皆さんでございます。人員103名馬5頭の行列です。
さて、ちょっと時代が前後いたしますけれども、その前に本来は通過する予定でございました室町時代が続いてまいりました。 The next is the 室町 period The procession of samurai warriors including 足利将軍 easily produced followed by the groups of the musicians and dancers in that periodここで行列少し入れ替わりしたようがございます。まず室町時代の先頭は室町幕府執政列第11社大江学区の皆さんです。本列は武家風俗を中心とするもので、馬上の足利将軍は絵武士姿を表現しています。幕府の執政にあたる三冠で士職に任せられる主要士族細川氏や山田氏は色鮮やかな格好しておりますのは室町時代でございます。そして少し待機しておりますのが吉野時代の断交上洛列になっております。幕府執政列に続いておりますのが室町洛中風俗列深草室町風俗列保存会の皆さんです。本列は16世紀室町時代後半に経済力を蓄積しに笛や鐘、音頭取り、子役による太鼓打ちなど囃子方で構成する中踊りと、外側に細手姿で竹製の刀を持っておる踊り手で構成する川踊りからなっています。この風流踊りは全国各地に伝わり、さまざまな芸能を生み、また江戸時代以降の盆踊りにも原型にもなったようです。先導する部部長が着ております南蛮人の衣装、金の刺繍をあしらい赤色の毛羽で足元を彩ったものになっています。時代祭りの歴史の中で西洋の衣装を取り入れたのがこれか。この風流踊りは全国各地に伝わり、さまざまな芸能を生み出し、また江戸時代以降の盆踊りの原型ともなったようです。少し
行列が前後いたしまして、吉野時代の南高上洛列待機していただいている状態でございます。馬5頭の行列でございますので、馬は予想外の待機の時間で少しくたびれているようでございます。しばらくお待ちくださいませ。行列に参加しておりますので、なかなか待機の時間が大変だったようです。人員103名、馬5頭の南高上洛列、まもなく待機が明けまして行列に参加いたします。室町時代の後に行列に参加いたします。続いております、中世婦人列がスタートしております。The next procession of ladies from the Middle Ages follows next. The Middle Age is Japan's history is long. Women in this group wear costumes typical of the occasion. まず先頭、お祓いに比叡山のふもと、やて大原の女性たちは姿で、この姿は31番歌合わせ、その他の資料によって考察されたもので、平家物語で有名な高倉天皇の従軍建礼門院が大原に住まいし、門院に仕えた天野内侍の姿を村人が真似たことにより、この姿が大原の風俗になったと伝えた。女性たちはかつら包みといって、白い布を頭に巻いた独特の服装で京の町へ鮎や飴を売りに出かけたり、また巫女をなりわいとして婚礼や出産の時にまれ、室町頃の古祖日置き古祖でに刺繍の帯を締め扇を持った外出です。その後ろ、藤原亀家の室は後の阿武津のことで、彼女は有名な伊佐酔日記の著書でもあります。息子為助の所領争いで鎌倉幕府に訴えるために東下りをした時の旅の姿となっています。一目傘に虫の垂れ絹を垂れたことは有名で、歌舞伎の題材にもなっています。ここではその頃の姿で水管一重ことで白の霧若葉をつけ、縦星をかむり鼓を持ち、内木姿の道場を従えています。応援学区の皆さんです。 The next procession is 鎌倉ピアレ。 This group is called 城南流鏑馬アーチャーズ。やぶさめ is a form of mounted archery. さあ、いるものです。承久3年1221年5月、後鳥羽上皇は朝廷権力の回復を図るため、城南離宮に近畿十余国の武士1704名を召し集められ、やぶさめを催しました。この時華美を競い武具を飾って行われたと伝えられています。本列は仮装束の武士を中心に5組で構成されています。騎馬の武士は綾い傘をかぶり、膝垂れをつけています。手には革手袋を、左手に囲碁手、腰に鹿革のムカバキ、5組で構成されています。騎馬の武士は綾い傘をかぶり、膝垂れをつけています。手には革手袋を、左手に囲碁って腰に物居靴を履き、矢を入れるエビラを置い、立ち腰が棚をつけています。そして鞭を持ち、弓、なぎなたを老頭に持たせた颯爽とした姿です。人員82名、馬5頭の上下を着た皆様は、地区の役員の皆様が行列に加わっていただいております。
本日は夏の様式を表したものです。ちょっと今忙しいし、藤原時代藤原供養三丁列をご覧いただいております。平安中期以降、藤原氏の最盛期における門番武官の姿を表したものです。我が家と蔵門望月の欠けたることもなしと思えばって歌われたように、藤原道長の映画の時代で律令制による高知公民が崩れ、藤原氏の七市民すなわち荘園となり、この収入が王朝人の豪華な衣装を可能といたしました。行列では門官も武官も即体姿ですが、これは公家の人々が朝廷に出向く時の装束です。末期の院政時代には特に男子装束に糊をつけて貼る。さて続いてまいりましたのは平安時代婦人列、宮川町お茶屋組合の皆さんでございます。 The procession coming next is the ladies from the Heian period. This procession includes famous figures such as 清少納言 the author of Pillow of Gain, Pillow Book, the 紫式部 the author of the Tale of Genji。彼女は木曽義仲の寵愛を受け、義仲が義経に攻められた時最後まで奮戦したという武勇の誉れ高い女性です。義仲の死後出家して尼になったと伝えられています。本列の巴は武装姿で天冠をかぶり、鎧に太刀をつけ、薙刀を携えた勇壮華麗な姿で源平盛衰期によって表されたものです。その後ろ横笛は平家物語に出てくる女性で、高倉天皇の中宮建礼門院の女官でした。滝口の武士斎藤時頼に愛されましたが成就せず、時頼が嵯峨の辺りに出家してしまったため、これを訪ねていく様子を表しています。ここでは内木姿に一目傘をかぶっています。時は御前は近衛天皇の皇后九条院に仕える女性同志目でしたが、源義朝の寵愛を受け、今若音若牛若という3人の子供を設けました。平治の乱で義朝亡き後大和に隠れましたが、命乞いのために平家の六波羅に名乗り出て平の清盛になびいたと言われています。次に車に乗っておりますのが、前が清少納言、後ろが紫式部。清少納言は枕草子の著者として有名です。ここでは姿は今日十二人へと呼ばれているものです。紫式部は源氏物語の作者として有名です。ここでは当時の、その次は紀貫之の娘です。村上天皇の頃、墓所の清涼殿の梅が枯れたので西の京にある家の梅の木を処方されたところ、偶然にもそれが紀貫之の家の梅で、その娘の歌が枝につけられていたので、それが分かったという有名なエピソードが残っています。これはその娘の姿を表したものです。ついでもありましたのが小野小町です。平安時代前期の女優歌人で、六歌仙、三十六歌仙の一人です。彩色兼備、絶景の美人、和服姿で、当時の女神像や吉祥天女像など交渉して作られたものです。この唐絹と上も今年新調されたもので、150万円の費用がかかっております。後ろの和家の広虫は和家の清丸の姉で慈悲深く
多くの孤児を養育し、我が国孤児院の起源を成したと言われている女性です。後継天皇に愛され、天皇の出家とともに髪を下ろし宝金にという二層になりました。ここでは連続の時の姿で奈良町の院に申し付け、添え呼びをし、ひれをかけ、うちわを持っています。そしてくだらおう明神は京都市地域女性連合会の皆さんです。明神は平安京造営の際の影の権力者とも言われ、桓武天皇の信頼も厚く、女官としては最高位の13位、桓武朝廷の内侍所の女官長でもあった人です。さて、ホラ貝の音を響かせてやってまいりましたのが延暦時代延暦門岩山頂列第2社北部地区の皆さんです。 The next procession is the 延暦 period The third mounted person in the general 田村麻呂坂の上 Who subdued rebels in the northern Japan。 桓武天皇は延暦13年794年平安時の特徴を帯び、白かずらの平柳を背負い、丸太弓を従者に持たせて馬に乗って副将以下を従えて進みます。大陸から伝承された形式の装いで、延暦時代の服装が忍ばれる行列です。この坂の上田村麻呂は清水寺を建立した人物としても有名です。人員139名、馬8頭の統制を得た征夷大将軍坂の上田村麻呂の凱旋の様子を模したものです。坂の上田村麻呂の凱旋の様子を模したものです。さて、その後ろに続いておりますのは延暦門岩山頂列第1社桃園学区の皆さんです。The following next, the 延暦 period court nobles. This group represents court nobles offering greetings to the emperor. Koku, fukai, midori no soresore no hō o tsuke. Sanmi wa yosu ni fusa o tarashita kinugasa o sashikakete susumimasu.この行列の賛美は、全行列が平安神宮に到着した後の午後4時半ごろ、観光祭が執り行われますが、その観光祭において全員を代表し、御法蓮の前で祝詞を奏上いたします。この頃は位により色が決められていました。列中3位は薄い紫、4位は深い黄色、5位は観光祭において全員を代表し御法蓮の前で祝詞を奏上いたします。
服装の色にご注目くださいませ。この頃は色によって位が決められておりました。列中3位は薄い紫、4位は深い濃く深い緑のそれぞれの方をつけ、3位は四隅に房を垂らした絹笠を差し掛けて進みます。延暦門岸山頂列の皆さんです。さて、いよいよ時代祭りの中心となる信仰の行列です。 Now the procession of the sacred carriage. The procession is followed by the groups carrying offerings to the deities and festival support leaders。信仰列の先頭を務める礼服に意義を正したのが前掛けの神職です。京都料理組合の皆さんです。いずれも神事に携わるための装束姿です。信仰列の先頭を務める礼服に意義を正したのが前掛けの神職です。続いて新鮮校舎列、本列は時代祭りの当日、新鮮、祭品が食されるお供え物を奉献する役目の人たちで、礼服に意義を正した三毛町、福三毛町を先頭に水管を着た行員が続きます。本列は京都料理組合の皆さんです。いずれも神事に携わるための装束姿です。Now the procession of the sacred carriage. The procession is followed by the group carrying offerings to the deities and the festival support leaders.新鮮校舎列に続いては前列です。この列は新校列のすぐ前を行くので前列と呼ばれています。御榊を先頭に近世の警察組織で祭礼の警備役として金棒を持つ、ついで華やかな雅楽の礼人、花両瓶や胡蝶などの優美な舞人の後には大勢のいます。これは平安神宮の宮本といわれる第7社の皆さんです。
役として金棒を持つ中田切子座内座の下葬席や上葬式が続きます。ついで華やかな雅楽の礼人花柳瓶が胡蝶などの優美な舞人の列の後には大勢の狩り犬装束のお供が従っています。これは平安神宮の宮本といわれる第7社の皆さんです。前列に続きまして進行列が動き始めました。進行列先のご法蓮が西本殿に鎮座、それを宮司以下の神職が前後にお供をしています。進行列が前を通りましたら、ご神田の皆様よろしく。時代祭りは御祭神がこの京都の町を巡行され、市民の安らかな状態を親しくご覧になるものです。各行列はこの御神宝の御供をして御神するもので、進行列先のご法蓮が西本殿に鎮座している第121代光明天皇、後のご法蓮が東本殿に鎮座している第50代観音天皇のご神霊でございます。これを宮司以下の神職が前後に供をしています。進行列が前を通り親しくご覧になるものです。各行列はこの御神宝のお供をして行進するものです。
で次の日でも行こう。うん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 。次来夏には、ご祭神がこの京都の街を巡行され、市民の安らかな状態を親しくご覧になるものです。各行列は、この信仰の音をして行進するものです。信仰列の後ろ、ひたたれ姿で馬車に乗っておりますのが、山田圭司平安公社総長です。その後ろが列奉行宇都宮総一平安公社副理事長三浦忠副理事長佐竹隆之副理事長と行列の後ろ、ひたたれ姿で馬車に乗っておりますのが山田圭司平安公社総長、列奉行の宇都宮総一平安公社副理事長、三浦忠副理事長、佐竹隆之副理事長です。続いてまいりましたのが白川県県下列です。どうぞプロセッション。頭に花を乗せた白川目の姿でお供をしておりますのが白川目風俗保存会の皆さんです。古くは平安神宮平安時代中頃から御所に花を届けていたとも言われ平安時代中頃から御所に花を届けて神殿に備える花を頭に乗せています。神業、中業、神業ぐらいしかなかった。さて、来ました。最後の米軍を務めますが、九戦組列です。The company of archers followed. When the capital was moved to Kyoto, their descendants guarded the imperial procession.丹波湖南桑谷今の壁を橋府内津今の南端市にありますがこの両軍には昔兵庫の神源頼政に従い指輪の術に秀でた人